ヘルマン・ルムシュッテルは、ドイツの鉄道技術者で、お雇い外国人として、明治時代の日本で、鉄道技術の指導を行った人物である。日本語での表記は他に、ルムショッテル、ルムショエッテルなどがあり、また古い時代には、ロングショルドのような表記も見られた。1844年11月21日、プロイセン王国のトリーアで、軍長の息子として生まれた。1860年にコブレンツ州立工業学校に入学し、1862年に卒業すると実習のために1年間コブレンツの機械工場で勤務した。1863年10月にベルリン工科大学に入学して1866年から1年間陸軍で兵役に就いている。広塩戦争から復員後プロイセン国有鉄道のベルリン鉄道局、中央鉄道局などで仕事をしたが、普仏戦争に際して再度従軍して鉄十字章を受章している。除隊後、1871年から翌1872年までザール鉄道の建設に携わり、それが終わるとドイツ鉄道建設会社に入社してイギリスに留学した。1874年からはベルリン市街鉄道の建設及び営業に従事し、1876年にはアメリカ合衆国の鉄道を視察している。1883年にプロイセン鉄道監査官に任命され、工場長や倉庫課長、技術課長を務めた。さらに機械製作局長、資材局長を歴任して1885年にプロイセン国有鉄道機械監督に就任した。この頃に九州鉄道の事業開始のために、日本の外務大臣とドイツ公使が鉄道技師を斡旋し、ドイツ政府による人選を経て1887年にルムシュッテルが3年間の予定で日本に派遣された。また、来日に先立って二重橋や大阪の三大橋のドイツでの鋳造に際して製造監督などを任されている。ルムシュッテルはそれまでイギリス流の鉄道技術が主流であった日本において、ドイツ流の技術を持ち込み、以降の日本の鉄道発展に大きな影響を与えることになった。彼の助言のもとに、蒸気機関車がクラウス、客貨車はファンデルチーペン、その他の資材はドルトムントウニオンに発注され、また推薦により、職工長、ルイ・ガランド、機関士、カール・ジューシングが採用された。以降1889年に、博多駅千歳川仮停車場間の開通を実現させた。社長の高橋新吉との関係は良好で、技術顧問の立場にとどまらず1890年には、野辺地久樹技師長の退任に伴って、九州鉄道技師長に就任して、技術だけでなく、経営に関しても指導を行った。日本の他の鉄道が、イギリス流のヤードポンド法を採用していたのに対して、ドイツの技術の影響を受けた九州鉄道では、メートル法が採用されていた。後に、九州鉄道の国有化により一度は、ヤードポンド法に転換したが、1930年に国鉄のメートル法採用に伴って、再びメートル法に転換されることになった。1891年に、門司港駅や熊本駅まで路線が開通して、来日時に予定していた工事は完了し、日本側の技術者が育ってきたこともあり、1892年に九州鉄道を退職して、東京の駐日ドイツ公使館付き技術顧問となった。この頃佐抜鉄道及び住友別紙鉱山鉄道の上部線についても指導を行っている。またルムシュッテルは、ベルリン市街線において、高架鉄道を建設した実績で知られていたこともあり、この頃東京の中心部を貫通する高架鉄道を計画していた日本鉄道に依頼されて、東京市街高架鉄道の建設構想を練っている。この当時まだ東京駅は存在しておらず、南の関節鉄道の新橋駅と北の日本鉄道の上野駅を結ぶ路線もなかった。そのためこの間をつなぐ縦貫路線が課題となっており、市街地を通り抜けることから、高架鉄道とすることは避けられないとも考えられていた。この縦貫路線のうち、後に東京駅となる中央停車場以北を日本鉄道が担当することになっており、その部分の設計をルムシッテルが担当した。構想では、レンガ積みの高架橋や東京を一周する環状鉄道が挙げられていたが、より具体的な設計は、ルムシッテル以後に着任したフランツ・バルツァーによるものを待つことになった。日本滞在中、1889年にプロイセン鉄道の参事官、1891年には鉄道部長に昇任している。また、逓信大臣の黒田清隆から推薦を受けて、勲四等瑞宝章を1893年に受章した。1894年に帰国して、エアフルト鉄道で材料局長や機械監督を任された。退職後は、ベルリン機械製造の社長及び会長を務め、ベルリンの名誉市民にも選ばれている。1903年には、枢密建設顧問官に任命された。また、1905年には、鉄道局の資材購入顧問となり、第一次世界大戦が勃発した1914年まで、その職にあったが、大戦勃発に伴いこれは解消された。1918年にベルリンにおいて亡くなった。ルムシュッテルは学識深く、温厚で親しみやすい人物であったとされる。指導と教育に優れていたことから、多くの日本の鉄道技術者が彼の影響を受けた。島安次郎、古川半次郎、朝倉喜一といった人物はドイツにおいて、ルムシュッテルの自宅を訪問している。ルムシュッテルは可愛がっていたメーに遺産が渡るように、また大変なビール好きで、ビヤソンのような体型をしていたという。鉄道友の会及び、日本国有鉄道門司鉄道管理局が中心となって、国鉄88周年記念事業の一つとして、ルムシュッテルのレリーフが制作された。制作を担当したのは彫刻家の中野51で、青銅製の高さ 758mm、幅 576mm、厚さ 10mm のものである。1960年10月14日に博多駅において除幕式が行われ、当時のドイツ連邦鉄道総裁のハインツ・マリア・エフテリングからも祝辞が寄せられた。この当時博多駅は移転前であったため暫定的に博多駅応接室で保管された後、移転完了後のコンコースに設置が行われた。題字は当時の国鉄総裁の東郷真治が揮毫している。その後、JR 博多式開業に際して屋上の燕の森広場に再設置されている。ありがとうございます。